でもこの写真でさ、ネットに出てたやつじゃない？そうなの？あ、そんなことないって。俺が撮ってきた写真だって。これもこの手首だけ写ってる写真も本当に自分で撮ったの？だいたい智弘、霊感なんか全然ないよね。そうだよ、付き合ってる私が知る限り霊感とか第六感とか無縁でしょ。俺に霊感がなくてもじっちゃんの形見のこのカメラには霊感があるんだから。ねえねえ、知ってる？新鮮裏のハイビルって、あそこ出るんだって。あんた怖いくせに知ってるね。じゃあさ、そこで心霊写真撮ってきたら信じてあげてもいいよ。何してんの？あ、いや、ちょっとな、泣かせた女に詫び入れてたんだ。そっちはまた心霊写真か？ああ、この辺に幽霊の出るビルがあるって聞いてきたよ。いますよ。どうしたの？いや、興味本位で心霊写真とか撮ってると悪い霊が取り付くって言うじゃないか。見えないものは見えないままの方がいいんじゃないのか。実はさ、俺も幽霊とか見たくないんだけど、モテるんだよ、心霊写真撮ってきたって言うと。お化けさん、お願いだから僕の前にだけは現れないでね。このカメラにだけ映ってね。お化けさん、撮りますよ。誰？あやちゃん、写真を撮るならモデルが必要でしょ。はあ、写ってね。どう？できた？あ、綺麗に撮れてんじゃん。ありがとう。あ、俺には美冬がいるからさ。ああ、そうだ、それでさ、いい写真があったんだよ。美冬さん、智弘にちょっと冷たくしすぎたんじゃない？だってさ、あいつ何やっても半端だし、何でもいいから本気でやってほしいんだよね。でも彩のやつ、最初から智弘と二人っきりになるためにハイビルの話なんかしたんだよ。とんでもないやつだよね。考えがあるんだけど。ねえ、渋谷のさ、呪われたコインロッカーって知ってる？赤ん坊が捨ててあったってやつ？やだ、やめてよ。ともひろさ、今夜12時にそこに写真撮りに行くって。へえ、こんなのあんだ。行ってみっかな。に会うつもりだったんだろうけど、お会いに行く様、あれは嘘。どの彼氏に手出して、とんだぶりっ子だよお前。あ、今夜は誰も来ないだろうと思うし、お一人でごゆっくり。
見てよ、本物だって。今度は本当に本当の。それよかさ、私たちも写真撮ってよ。イエーイイエーイイエーイどんな感じ？イケてる。いいよ。悪いいたずらやめてよね。え、何のこと言ってんの。あ、こいつだよ。昨夜呪われたコインロッカーで。あんた昨夜あそこ行ったの？じゃあ綾と会ったんだ。出てきなさい綾。昨日の仕返しのつもり。智弘、綾とグルなんじゃない？え、ひどい。死んでもう半年だ。あれ、もうそんな経つ？おいしい。冬のアイスっていいもんだよね。やだ、智弘また映ってる。クラスで撮るといつも映ってるよね。結局ただの目立ちたがりだった。